大丈夫。夕まじめスタートだね。わあ、もう速攻暗くなる。これ、要するにこれダイソーでさ、ちっちゃいパイプビーズさ、実はね、これね、実は蓄光でね、何個入ってんだろうな、200個ぐらい入って100円なの、このちっちゃいの。蓄光なんすか、うん、いや、そんな強烈に光らないんだけど、なんか確かに、うん、蓄光ビーズ、あ、縁だけ光って、そう、これがね、めちゃめちゃ入って100円なのさ。1000個なんか1000個だっけ、うん、1000個だわ、1000個。はぜ麺、カレー麺じゃねえから、は餌ちっちゃくていいよね。一応言うまずめで、今日の塩は何でしょう。今日は小塩、あ、ちょうどね、今からね、ちょっとだけ満潮に向けてちょっとだけ塩動く。あ、ごめん、確かにこれ、あのスポンジ、あ、ここに切り込み入れて、あ、発泡スチロール。もうこの時間から照らしてプランクトン沸かせとくか。早くね。いや、照らしてすぐにプランクトン来ないんだよ。もう暗い。うん、暗い、薄暗い。お、遠藤様に渡る人。おいおい、達成いいんじゃないの、達成いいんじゃないの、達成いいんじゃないの。ほらほら、ほら、バクってこないのよ。今日カレー針12号使ってんだよ。お、次来たら行くぞ。えっ、どうしてんのか。だか。あ、軽かった。外した。外した。ちっちゃいなんかいるわ。うん。やべえ、パパ合わせ下手だ。遠藤山もね、チュンチュン来てんだよね。誰も。あ、ほんと弱い当たりやった。あ、ほんと食わせるかな。お、今釣れてないよね。お、今元気いいあたりが、ね、どうよ。お、なんかついてるじゃん。なんだ、ハゼ。おー、両肩。いい肩だよ。あー、育ってんじゃん。育ってるね。ちょっと糸つけてな、ダランってなってる。ちょっと張ってみるよ。ついてきたもん。お、いいよいいよいいよ、ついてるじゃない。ハゼ。結構ね、かかった後ね、うん、ハゼ来たね。おー、ナイスハゼ。ちょっとちっちゃいの。あー、でもいいじゃん。
でも、なんか8月の春お今日なんだあれお、すげえ大きかった早いかミシンミシンちょっとこれ流れてはエサがやってたのお、何それえ、何それミシンあ、でもこれね、天ぷらで食えるわいやだけど、食えるやっぱこの時間このついてる可能性大だわけんあっちも当たってるぞしいな めっちゃ湧いてんな魚がめっちゃ湧いてる、うん、トンポンってつけてるから棚これでいいんじゃないうん、お、深夜の投げ竿引いたな。あ、陽介の糸付けしてる。全部当たってる。うん。陽介思いっきり糸付けしてるよ。ついてるよ。あ、これいい方ですわ。本当。ついてるだろう。おお、いいね。カレーだったりして。春だったら結構でかいんじゃない？でかいじゃん。外れた？あ、外れた？あ、外れた。一応合わせ入れた方がいいかもな。おーママ食った。いやママ食った。なに？よっけなに？サビキ？お、サバだ。豆サバだ。豆サバと。ちくわまだ来てない？近いる？なんか間違ってウグイも近いそうだな。マメサバはいらないね。ミシンはね、食うわ。ミシン、うん。天ぷらで、天ぷらで。あ、大丈夫。もうとんでもない量いるから。うん、餌いらないかもね。よって餌なしでしょ。うん、餌深夜つけなくていいんじゃない。忙しいな深夜。うん。いいのかそんな釣り方で。あっちのももう当たってるぞ。おい。パパもサビキやればいい。いやパパやんないよ。そんな忙しいの嫌だもん。ほら、どうもあれ、見てる。あ、サバもいる。サバもいる。うん、ハゼ。遠投してるやつ、お、でかっ。でかい。リュックの中。え？どっちのリュックの今。